161。皆さんこんにちは、野球ユーチューバーのもこです。はい、こんにちは、めいちゅんです。よろしくお願いします。はい、めいちゅん、はい、先日ぶりで、このね、グローブもね、新しい強ガルのミット全然使ってない全然使ってない。まだガチガチなんですけど、今回はですね、めいちゅん、ツイッター見た、見ました。あれ、なんか恐ろしい球を投げてたなんか男性の方がいまして、感動したくてしたくて。でもね、あれ、俺たちと今回球を受けさせてもらえるということで、やったー。その方と今日来ていただいてるので、ね、早速呼んでいきましょうか。内田さん、カモーン。あ、お願いします。はじめまして、内田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、とんでもない球を投げる内田さん、先日ね、映像で、はい、あれ何キロ出たの？軟式155で、はい、公式154。軟式と公式ってそんなに速くない？あー、どうなの、軟式の方が速いかもしれないですね。そういうことなんですね。もしかしたらちょっと頑張ります、ね、いや、ちょっとね、あの映像見た瞬間もうびっくりしちゃって、あれ、もうなんか3000いいねぐらい出てるかもしれない。いや、あれ、もっと行くべき動画ですよ、あれは。いや、あれね、見てる人がしますけど、もうちょっと回れそう、もっと世にね、もうこの方が出るべきだということで、今回来ていただいてありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや、ちょっとね、155キロ、軟式球界で多分最速ですか。見たことない。そうですね、最速っぽいですね。で、ちょっと今日はね、一応スピードがユッケルというものを持ってきてますんで、今日はちょっと頑張りだと思いますんで、お願いします。今日一日よろしくお願いします。お願いします。よし、行こう。内田さん、見てください、このか弱い、いや、この感じ。ちなみに、これまでに、女子とキャッチボールしたことありますか？いや、ちなみにギャルとでも、まあ、一応映像は見られてる。あ、もちろんそうです。なんかめちゃくちゃ速い球、はい、っダルビッシュさんとかがなんか、そうそうそう、3杯ぐらい速い球見ました。あれ多分200キロ。あれ200キロですね。でも生きた球はな、まだ50以上届くのかな。普通に53とかね、50キロぐらいでしょ。そうそう、20キロでか、うなってくるんで。すみません、結構拍手して、お願いします。いや、いいですよ。すっげえブカブカやけど、いいよ。でかいんだよね。でかいね。全体的にサイズでかいの、ね。よし、じゃあ、グッチ。ちょっと、開けてあげて。うわー、いい音鳴る。そこダメ、グッチ、そこダメ。そこはダメ。うお、でもやっぱ硬いよね、ミットね。いいね、硬い、いいよ、いいよ、オッケーです。オッケー、めいちゅん、いけ。あと一歩前、あと一歩前。大丈夫です、結構強く行って大丈夫です。はい、大丈夫です。当たってもしょうがないわちょっと、なんか140くらい1回イメージ。オッケーです。何キロ？53でした。今何キロですか？153っす。ちょっとごめんなさい。あ、4本。じゃあ続いていきます。結構全力でいきます。はい、全然取れそうだ。構え方がすごい吸い込まれる
153ですね。集中してるとね。集中してる。いいですか、投げやすいですか。53っす。まだいける。まだいける。まだ全然いけるそうです。まだ全然いけるそうです。大丈夫です。今こっち51っす。よっしゃ。いや、今ちょっと前。もう一歩前だから。もう一歩前、うん、あと1球取ったら後ろ入るから。OK、うん。いや、ことか。そう、軟式のやつ。OK。終わったらやる。OK。あ、ちょっと軽く投げれますか。あ、はい。あ、うわー。いいよ。ダメダメダメ。ミットのさ、これ取る場所違うからさ、俺にやりそうな。はい、お願いします。Okay. 早い。
結構弾いたもん。なかなかの。あの凄まじいね。レベチすぎます。逆にメイチューさんすごいやん。じゃあもう見切っちゃっていいのこれ。メイチューについて。いやなんか一球二球投げたぐらいから、はい、逆にそのなんかキャッチ取るみたいな企画して忘れて全力で投げるためで安心して、はい、もうなんかね吸い込まれるってさっき言ってたから全然なんか普通に。あれ交差はどうやった？交差じゃないかな。素晴らしい。まだやっぱじゃ抜けてとか持ちすぎて商売に来るっていう怖さの方が強いかもしれないけど、なんか別に最近のコアさマジか。やっぱもう狂っちゃってるだから、はい、伝えられてるからマジで。やばいやばいどこまで行ってます。そうですね。それあの内田さん、ツイッターとあとなんかいろいろされてますよ。いろいろされてます。インスタと、はい、雑だな。TikTok もされてます、はいはいはい、これ全部貼っときます、ね、ありがとうございます。ぜひね、あの球速くなりたい人は内田さんに連絡をしてください。どうでした？普通にバシン取ってたんで、なんかいい意味で全然ガクっていうよりただのピッチング感が出ました。普通にありがとうございます、はい。